これでどうだ？ふむ、なかなかいい出来じゃ。ランジラの決意と努力が伝わってくるぞ。じゃあ、オイラたちはこれでライデン将軍に勝てるのか？まあ、全くかなわないじゃろうな。おい、じゃあ全部無駄じゃないか。ランジラは計画で最も重要な歯車なんじゃ。わらわには考えがある。賞賛が全くないわけないじゃろ。そういえばわっぱよ、ナンジは抵抗軍をどう見る？うむ、確かにたとえ幕府軍との正面対決で優勢を取ろうと、ライデン将軍を前にした時、神の目を心臓にはめられた者たちで結成された部隊ではなすすべもないじゃろう。そんなこと言うなよ。こいつはまだメカジキ二番隊の隊長なんだぞ。下げすんでいるわけではない。むしろ彼らが弱く神の目を失った者たちであるからこそ、より大切にしたいと思う意志があるのじゃ。とにかく計画通りに行けば少しは役に立つ奴らじゃろう。おっと、そろそろ時間じゃ。わらわにはもう一人客人が来る。話の続きは鳴神大社に戻ってからじゃ。